はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。お星様の話をね、積極的に行こうと思っておりまして、本日もですね、本日はかな、一人でね、ちょっとね、語りたいと思います。それぐらいちょっとね、めんどくさい話、めんどくさいんじゃないですよ。でもね、ちょっと専門的な話が少し入るので一人で行こうと思っております。これはね、 NASA のディスカバリー計画に5つのミッションを一時停止ってなんですね、先日ですか。ディスカバリーって何かってことですね。これも含めて言ってみたいと思います。まあ、実は NASA は次のディスカバリー計画の実施に向けて第1次選考を行い、まあ、28法案の中から、法案じゃないか、案ですね、3つの小惑星探査と2つの金星探査ミッションを、選定したってことなんです。はい、行ってみましょう。それではね、この話に関してまだね、スタートしちゃいけませんね。まだ案内も何もしておりませんでした。星空の話を楽しく語りましょうということで、いきます。星空の招待席、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、これディスカバリーとはってことですね。 NASA の惑星科学部門によって管理されている低コスト惑星ミッションのことだということ。これ低コストが大事ですね。はい、過去のディスカバリーミッションは小惑星ベスタと準惑星ケレスを探査するドーンの計画ですね。はい、太陽系外惑星を行うケープラー計画、水星を探査するメッセンジャー計画などがあるということですね。で、来年には火星の地質調査を行うインサイトっていうのかな、計画が始動予定だそうです。新たな計画については、今後1年かけてハードウェア設計やコストの分析、実験計画を進めて、遅くとも2021年のミッション始動を目指して、5つのミッションが、からおそらく2つが正式、まあ、採択となるということですね。で、5つのミッションのうち3つは小惑星を目指すもので、金星を目指すミッションのうち1つは金星への降下が試みられるということになっていると。以下5つのミッションの概要を紹介しましょうということで行ってみたいと思います。まずプシケ計画、名前がプシケってのはすごいですね。はい、惑星、まあ、小惑星帯の外縁部っていうのかな、に位置する、小惑星ってのはどういうことかっていうと、遠い方じゃないですね、火星との間の方でしょうね。直径213キロの小惑星、結構大きいですよ、プシケ、とランデブーする計画です。高いレーダー反射と高い密度から小惑星プシケは金属小惑星だと考えられていると。全部金属でできている可能性があるってことでしょ、ね、金属でできた表面なのか、衝突などで地殻を失いマントルがむき出しになったのか、前者の場合は太陽系の形成とは全く異なるプロセスを、想定しなければならないし、後者の場合は小惑星のコアを調査する必要がある。いずれにしろ新しい世界だ。で、このプシケを調べるということですね。直径が213キロっていうね、それのコアだとしたら、実際の実径どのぐらいでしょうかね。5、600キロかな。結構大きいですね。金属で出た表面っていうのもなかなか、分かりづらいところなんで、果たしてどうかってところを調べるということですね。はい。次、ネオカム計画。うん。これは、地球近傍の未発見の小惑星を探す計画ですね。比較的多くて潜在的に危険な小惑星の大半は地球から発見できるものの、太陽に近い方向から飛来する小惑星を調査することは難しくて、依然として数多くが未調査である。まあ、いわゆる太陽の反対側から来るやつはケープラーで全部入れたんだけど、太陽側の方からね、やってくるって言うんですよ。向こう側の方。要するに太陽が邪魔して見えない。これを、いち早く察知しないと。これ、近傍天体一番怖いのはね、やっぱり変な話だけど、地球にぶつかるってことが大体生物の大量生を作ってるわけじゃないですか。だからその生物の大量生を考えた時に、やっぱりこの地球にぶつかりそうなものっていうのをあらかじめ全部調べておく必要があるってことが今宇宙の計画の大事なところなんですね。で、これは変な話だけど、中国が尖閣諸島を攻め込んでくるのと同じぐらい、当たり前に来る話なんですよ。だからちょっとやっておかなきゃいけないだろうということですね。はい、次、ルーシー計画。これはね、木星のトレア群、ね、小惑星を偵察する計画であると。例えば小惑星エウリバデスっていうのかな、および、連星小惑星、これ知らないな俺、パトロクロスとメノイティオスが対象となる見込みで、到達の途中で小惑星帯の、1981E95 も訪問予定、訪問ってのはいいですね。トレア群というのは木星軌道上、木星の前方と後方の力学的に安定なところに分布されていると、太陽系形成のモデルによれば、多くのトレア群の起源はカイパーベルトにあると見られていると。トレア群を探ることで太陽のはるか離れた領域についても得るものがあるということ。これね、トレア群というのはもう太陽にものすごく接近するものでもあるんで、とにかく面白そうですね。この連星小惑星というのは初めて聞いたんで、そんなのもあるということですか。はい、そして次のミッションは金星です。他のことですね。はい、ちょっと待って、コーヒーを飲みます。
はい、行きました。水平250メートル、直径5メートルという高い解像度を持つ、金星をマッピングして、250メートル、垂直5メートルですか、金星のデジタル標高モデルを作成する結果と、金星の3光点にわたって、観測を行うということですね。うん。これも向こうに行ってやるんでしょうね。で次のダヴィンチってのはすごいんですけど、金星へ降下して、金星の大気の化学組成を調べる計画。核火山は果たしてあるのだろうか。金星の、地表は大気とどのように相関してるのかね、相互作用してるのか。といった長年の疑問に答えるものとなると期待されていると、うん。金星って実は地球に近いはずじゃないですか。だけど太陽の方にいるので、実はあんまり分かってないんですよね。うん、だから本当にね、火星っていうのは外なんで、まあ、考え方があれば一晩中見ようと思えば、ショーの時に見れるわけですね。大接近とか。で、小さいですけど、ただ、金星は太陽側にあるんで、一番離れた東方最大理学とか西方最大理学って離れた時であったとしても、これは見ようと思った時に結構、しんどいですね。行かなきゃやっぱなんない。ただ、すごく暑い大地なので、そんなに簡単ではないっていうのが、まあ、金星でしょうね。はい。それ以外のね、ニュースもいろいろあるんですけどね、今ね、やっぱ僕がすごく気にしてることってのは、気になってることが、これは、日本でも11月の24日と、10月ですね、24日と11月の8日に天文講習会があるんですよ。で、これは、素子星系写真って僕が前々の時に言いましたけど、天体画像処理ですね。都市で星を見る。これ非常に面白いので、これ池袋のね、どこだろう、池袋でやるんですね、東京池袋の天文講習会開催するって言われてますね。で、月刊星ナビでおなじみのシュペルシたちが、都市星系写真の撮影テクニックやステラーイメージを使った天体画像処理について解説しますってこと。これ楽しみですね。本当私は行きたいですね。池袋コミュニティカレッジ、東京豊島区にてやるということですね。これアストロアステさんのを見て、ぜひね、行かれる方は今すごいでしょ？iPhone だってなんだって、ルミックスとか、僕驚いちゃったのは、一眼レフカメラのルミックスと、それも標準望遠みたいなやつ、ついてる望遠で140ミリとかそれでオリオン座を撮っても、木星撮った時に驚いちゃったのは、ガリレオ衛星全部映りますね。うん、それだけじゃなくて、とにかく木星で驚いただけではないんですけど、うまく焦点やると、縞模様まで映っちゃうんじゃないかなと。普通のカメラですよ。だからこれからもっとそれを研究してね、どの程度までいけるかってことはやっぱりやっていくべきじゃないかなって、ね、ルミックスすごかったですね。今後もちょっと自分のカメラも含めて調整してみたいなと思ってますね。うん、とにかく、まあ、星の写真って素敵じゃないですか。それ自分で撮れて自分の持ち物だったらどうしますね。そういうことを考えたら、うん、本当に僕ね、 iPhone6S も撮ってみようと思ってるんですけど、楽しみだと思いますね。さあ、それ以外のニュースはね、まあいろいろあるんですけども、天体望遠鏡のとこもいっぱいできてますからね、そういうものもうまく、これなんだろう、これだけ見てみようかな。ビクセンで 13,770円で、うん、バッグですね、天体望遠鏡の AP マウントケース、 AP シリーズ、ビクセンの AP シリーズを入れるマウントケースが出たってことですか。まあ宣伝ですね。あとスコープキャリアってのって、スコープキャリアですね、うん、ビクセンでやっぱり 18,900円で、反射望遠鏡の筒を入れていけると、いい感じですね。ただ私のは40センチなんでこんなのに入らないので残念ということですね。はい。さあ、あと細かなニュースあるかな、うん、パッと見ましたけども、今回のところはこれぐらいでしょうか。系外惑星の話もいろいろありますけど、名前の投票もあるし、体験レポートいろいろ、細い月と、土星が、16日接近しました、ね。16日には水星の西方最大理学もあります。こちらの世界ってのはいろんなことがありますから、まあ毎日毎日ね見てても、今は明け方が楽しいと思ってくださいね。明け方だったら OK で、夕方の空はねちょっと寂しいんですよ。何もない形ですけどね。さあ、宇宙の方にはコウノトリの5号もね、含んで、何ですか、ユイさんかなの登場してるね、のが飛んでるわけですよ。 IS が、国際が IS じゃないね、ISS ですね。ISS だと大変なことになっちゃう。まあそんなわけで宇宙は楽しいということで、なんと半ばまで来ちゃいましたんでね、もうね、半ば過ぎちゃったっていうことなんで、うん、皆さんと一緒にね、星を見る機会も作りたいと思います。最近 Facebook のね、やっぱりお友達でも星の写真いっぱい撮ってる方いらっしゃいまして、やっぱり僕らもね、グリフィスとかなんか行った時に軽く撮ってみたいなと思ってて、今度今ある機械を、いろいろ機材をね、全部使ってみて挑戦してみようかなと思ってますね。まあ望遠レンズがあれば本当簡単に撮れてしまう時代になってますけども、そんなのも使わないで撮れるっていうところが、すごいんじゃないでしょうかね。さあ、ディスカバリーの記事お分かりいただけましたか。たまに難しい話もありますけどね、それでも聞いてるとなんか夢がある話じゃないですか。宇宙の話、星の話。それでは、また来週、今度はどんな話になるか分かりませんがよろしくお願いします。それではさようなら。どうもありがとう。
この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。